皆さんこんにちは。今回はですね、中村すみれ二段と韓国のキム・チェヨン六段との五星元戦24強戦のハイライトをお伝えしたいと思います。韓国のキム六段はですね、第1回五星元杯の優勝者で、韓国のナンバー3なんですけれども、女流棋士でね、かなりの強者なんですけれどもね、ぶっちゃけね、今回苦しいとは思ってたんですけれどもね、はい、ではね、初手からね、見ていきたいと思います。キム六段の黒番ですね。中村二段の白番です。このね、キム六段、三三に入りますね。中村二段は、あれですからね、三三入らないですからね、絶対に。で、ここで開きまして、迫りましてね。迫った手がどうかっていう気がするんですけれども。こんな迫った手に、この迫る手に受ける棋士なんて、誰一人いませんから、プロだったら。はい。こういって、ここ開きましたね。そうですね。この布石を見た感じでは、中村二段がね、非常に積極的に打って、なかなかいいですね。ここもね、付け越しましてね。非常にこのね、中央を厚くしていって、非常にここまでは、もう中村二段が優勢ですね。その優勢って言ってもそんなにあれですけどね。めちゃくちゃ優勢っていうわけじゃないですけれども、はい。今ね、ちょっとその、互角なんですけれども、これ打ちまして、それでこっち打ちましてね。ここ打つのはちょっと幅、ちょっと嫌なんですけれども、というのはこっちの三三の味とかがちょっと消えてしまうのがあるもんですから、ちょっと打ちにくいんですけれども、これをね、攻めるために打ちましたね、中村二段はね。で、跳ね継ぎまして、これ割り込みましたね。割り込んでこれ切っていって、白はこっちでちょっとそのあれですね。安全にね、打ちましたね。結局、こっちでね、地を持って、こっちの石をその安定させましたね。で、黒ここ入りまして、ここまでこういう風になった感じなんですけれども、ここ前の形勢はですね、ほぼ互角ですね、ずっとね。で、中村二段がですね、この、キム六段相手にね、互角できていること自体がね、これはもうすごいことですからね。はい。で、ここ、ちょっと ここ大きい、大きいかどうかわかんないですけど、大きいところですかね。人工知能をこう跳ねろって言って、ちょっともうちょっとこういじめろって言ってるんですけれども。で、黒はここ覗きまして、白は覗きまして、黒は最後の大場ですね。これ三々に入りましたね。三々に入る手もあるし、こっち打つ手もあるし、いろいろあるんですけれども、三々に入りました。で、こう打ちまして、このカケツギなんですけれども、このカケツギはですね、この辺がちょっと厚いですから、ここはね、一見飛んでた方が良かったみたいですね。どっちみちこの挟みつけはないですから。ですから一見飛んだ方が良かったんですけれど、というのはこれだとこっちの動き出しがありますので、いつでもね。で、黒はね、この中央の石はね、ちょっと面倒を見に行きましたね。で、こう行きまして、これはもうそうですね。こっちからの出を狙っていますね。で、押さえて、これで一応もう、この出る手がね、発生してますね。もう繋がらなくなってしまいましたね。出たら、黒がね。なので、この手はなかなかいい手だったんですけれども、で、ここに行って継ぎまして、二段羽にしましたね。で、二段羽にして、二段羽にはちょっとどうだったかなと思うんですけれども、相手がこう、伸びてくれましたから、これは良かったんですけれども、この手ですね。この手がちょっと打ちすぎでしたね。はい。この手がちょっと打ちすぎで、これでちょっと形勢を悪くしてしまいましたね。で、結局これ反発されましてですね、ここで。で、これ潰しかないんですけれども、これ出られましてですね、ここになんか地が見込めたんですけれども、
こう出られますね。なんかこっちの字も減ってきたし、またこの白石もなんとなく気持ち悪くなってきたんですよね。でまあここをねちょっとつながろうということでこう言ったんですけれども、まあ覗かれまして、ついで、まあ、この手がですねちょっと、まあ、あのまあちょっとあんまりダメを打ってるんですけれども、で今日はねキム六段がねちょっとダメを打つ手がね何度か見られましたね。まあ、結局それがね勝敗を分けるんですけれども、もうそういう手がね何度か見受けられました。まあここではまあこうあのまあ跳ねるとか、あすいません、まあ、こう跳ねるとかね、あるいはもうこれ切っちゃうとか、まあ、あすいません、もう切っちゃうとかね、で両方でこのね生きれば、こっちはこっちで生きればいいのね、切ればいいですから、まあ、そういうふうに打つべきなのに、だからこれまあ安全な手なんですけれども、もう字で見たらこれはダメですからね、ほとんど字的にはもう全然もうダメを走ってるのと同じですから、こういう手が非常に目立ちましたね。でまあここをまあ先手で打ちまして、でまあここでね、まあ、こう受けてくれたら、まあ、ここを当たり打って先手で打とうということなんですけれども、ついでにねこの手がね、ちょっとね、まあ、こう反発されまして、ちょっと逆にここが薄くなってしまったんですよね。これは誤算でしたね。うん。中村二段は。これは誤算でした。それでまあ、こう行って、こう行くんですけれども、結局黒がね、白がね、こっちの方に石が行くじゃないですか。変な方向に行ってるんですよ。これをこっちに行くと、黒もこっちに行きますから、こっちの字がね、だん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 なくなってくるわけですよね。あの自分の模様の方に黒石が行くので、石がね悪い方向に行ってるんですよ、すごく白は。でまあこう言ってここ継ぎましたね。もうここ継いだ時点ではそうですね、結局継いだんですけれども、この継いだ手はね本当これは非常にあの監視でしたね、かなりの監視でしたね。中村二段のまあまあこの手もちょっと問題あったんですけど、この手はかなり問題でしたね。まあじゃあどこに打っていけばいいのかってのは難しいんですけれども、まあそうですね、まあこういう逃げ出しとかね、逃げ出しを図るとかしていかないといけなかったんですけれども、まあここ打ちましてね、結局これどうなったかっつったら、もう黒がねもう負けられないそういう差になってしまったんです。もうここでね、黒がもう6目ぐらいリードしてしまったんです。もうここ跳ねたら黒がおそらく6目ぐらいリードして、おそらく負けたんじゃないかなと思いますね。まあ、しかしね、ここで一件飛んだんですけれども、この一件飛んだ手がまたちょっと理解できない手で、これもまたさっきと同じようにダメを打ったような手で、結局、もうこれ繋がろうとしたわけなんですけどね、結局こう出られて、中村二段もここでカンパしましたね、うまく。あ、うまくっていうか、しっかりとね、ここはここを逃げないといけないと。うん。っていうので、ここを逃げてな。この手は非常にね、いい手でしたね。うん。そして、連絡させないということですね。はい。これによって、これはですね、黒はこの石を取れたわけですね。この交換がなかった。だから、この一件飛びとこの逃げ出しは、もう明らかにこれは黒が損ですから、はい、黒はね、ここ押さえられた時も、こう石を取ればね、生きがありますから、楽に生きますから、ですからこれは、どえらい悪手だったとも言えますね、ある意味。で、こうまあ逃げられまして、これまあ、これはまあ、その、あれですね、様子見ですね。様子見、まあ、こう切ったら、まあ、切ったらね、こっちの方でちょっと効かして、これをちょっと切ってしまおうという狙いがある、そういう手なんですけれども、まあ、ここでは、自重しましたね、中村二段も。で、まあ、こう跳ねまして、こういってね、で、こう継ぎましたね。で、こう行きまして、ここ渡りまして、ここでですね、ここを渡ってしまった時点では、そうですね、地合いではもう、白がちょっと勝てなくなってしまいましたね。はい。
地合いではもう勝てないですね。もちろんこの辺の味はあるんですけれども、この辺の味の関係があって、まあ、そんなに差はないんですけれども、地合いではちょっともう勝てないですね。ここで白は渡られた時点で、ここですでに4目半ぐらいね、4目半ぐらいもう黒がいいですから、ですからここでは白はもうこの黒石をね取りに行かなければならないという、そういう展開になったわけですね。そこでここを打ちますね、眼形の急所ですね。ここを打ったのは中村二段の好判断でしたね。ここの逃げ出しといい、このぶつかりといいね、これ非常に好判断でね、相手の嫌なとこつきましたね。でまあここつけましてね、まあこのつけた手もまたちょっとあんまり理解できないんですけれども、まあなんとかここで眼形を作ろうとしたわけなんですけれども、でまあこう打ってね、でここでですね、当然ね黒はここを抑えないといけないんですよね。はい、そうしないと今はもうその何ですか、これをグッと取られてしまったらこれは逆転しますので、こう打ちましてこっちを打ってしまったんですよね。結局まあこれで連絡はできますけれども、でここでこの石がねごっそりと入ってしまったんですよ。これで実はですね、キム六段はここでおそらく自分が形勢いいと判断してこっちに連絡したんですけれども、これが誤っていて、形勢判断が実はこの時点では白が半目いいんですよ。ですから死活勝負でこっちを継がないといけなかったのに、そうではなくてこっちをこっちでまあよく言うそうひよった手ですよね。ひよってしまって大損したんですよね。でここで今半目勝負なんですけれども、でまあここをこう打ちまして、まあこう継ぎましてね、この継いだ手がまたおかしな手で、ここではこっちの跳ね継ぎの方が大きかったですね。というのはこっちに白に跳ね継がれるとこれ味が悪いんですよ、隅ので、隅に手が発生してしまうので、ですからこっちを跳ね継がなければならないように、こっちを継いだのはこれ判断ミスですね。ですかさずね中村二段がこう跳ね継ぎましたね。まあ、こういうところでね判断、相手がミスした時にすかさずそのミスを相手のねミスをね咎める、はい、こういうところ、ここもそうだったし、ここもまあここはミスっていうほどでもないですけれども、こういうところとかこれね、これでちょっと味が悪いんですね。ここ隅のね、なんか手になりそうなんですよね。見ても、まあ、皆さんも、まあ、見ても分かるように手になりそうですね。ここ覗きぐらいからで、まあここ一見飛んだんですけれども、これがねほぼ敗着ですね。この一見飛びはですね、意味が分からないです。この一見をなんで飛んだのか、これを一見は本当にダメです。ダメなんですよ。一目にもならない手なんですよ。本当にダメを打ったっていう感じなんですよ。で、この一件が本当不可解でしたね。はい。で、これで、ここ、ですから、この一件では、ね、逆に黒がここを跳ねないといけなかったんですよ。こっち跳ねて、こっちを分断し、ね、しておかないといけなかったのに、ここに一件飛ばれて、逆にここをね、跳ねられて、で、継がれてこう伸びて、ここで、それでですね、ここに石が来ましたから、ここに石が来ると出てから切る味とかありますから、手が発生してしまうんですよ。ね。だから、ここを受けないといけないんですよね。この時点でもう白が2目ほどいいのに、さあ、ここでびっくりするような手が出るんですよね。この後、ここに打ったんですよ。これは、単に本当に2目損しただけなんですよ。ここはですね、実はですね、黒は、
ここをこう受けないといけないんですよ。じゃあここに塩に打たれたらどうなるか。もちろん手は発生するんです。ここに打たれると。だからここに打ったんですけれども、でも手は発生するんですけども、まあこういってこういってこういってね。でもまあこう覗いたら、もちろんこれは手は発生します。しかしですよ、ここでですね、黒はこっちに跳ねる手があるんですよね。こっちに。それで、まあこうやったら、一応ね、なんですか、これ、もちろんここはね、こういけばね、ここ生きることはできるんですよ。こう生きることはまあこうなるんかな、ここ。まあ、手は発生するんですけど、こうなったら、黒にここをつけられると、この石全体が死んじゃうんですよね。実は。この白の一段が全部死んでしまうんですよ。ですから、実は、ここの味はなかったんです。つまり、この白石が繋がっていない限り、この三々は狙えないんですよね。実は。手は狙えないんです。ですから、ここは継がなければいけなかったんですよね。それでなくても1目半ぐらい悪かったですから、ここにまたね、打たれて。なのに、ここでもうこれで2目損、黙って2目損して、これでもう3目半でしょ。もうこれでね、一気にね、まあここもこう打たれて、で、こう寄せられて、これでもう、これでですね、結局さっきのと合わせて、もうこれで4目近くね、3目半ぐらい、もうこれでね、白が優勢になったんですよ。これで、もう、これといった大きい、そういう寄せがね、そんなないんですよね。まあ、こういうところ全部先手で寄せられまして、で、ここ行ってね、もうこうなった時点では、もうこれは、白はね、黒はね、どう頑張っても、寄せではこれはもう逆転できないんですよ。ですから、この一手もおかしかったし、ここで形勢も良くないのに、ここで、ここで損した手ね、二目ね。で、もうありえない手が2回出まして、ここで。これでもう中村二段がここではっきりともう調整っていうかもうここは勝ちになりましたね。ここでは。うん。もう難しいところがないんですよ。で、この後はね、まあいろいろこう打たれますけれども特に問題はないです。もうこういうところで事件が発生しない限り絶対に逆転できないんですよね。で、まあこの後は中村二段がちょっとね、自分が優勢と見てまあ、小寄せですよね。小寄せでは、ちょっと緩みまして、まあ、まあ、小寄せをね、先手でね、まあ、打たれますけども、まあ、これぐらいかで、まあ、寄せ打ってもそんなに大きいところはないですから、まあ、こういうところとかね、こういうところとか、まあ、小寄せをね、まあ、先手でね、まあ、打たれるんですけれども、まあ、ここではね、もう、緩めてますけれども、緩めても逆転できない、そういうね、差になってしまったんですよね。で、まあ、ちょっと中国ルールだっていうのもあって、ダメの関係もあって、ちょっと差は、まあ、かなり縮まりましたけど、結局、そうですね。まあ、ここまで最後まで打たれまして、結局、白の、中村二段が半目勝ちしましたね。まあ、もちろん、まあ、半目っていうのは、本当ビザですけれども、まあ、中国ルールですからね。ちなみに中国ルールは、白は半目の次は二目半だし、二目半の次は、まあ、四目半なんですけれども、そういう風になりますので、必ずね。ですから、これは、中村二段が、もちろん中国ルールの理解っていうのもあるんですけれども、ビサというよりも、もう半目を確実に勝つっていう、そういう前提で打ってますから、これは、全然これは、心象とかそういうのではないですね。はい。まあ、この一局振り返りましてね、やっぱり中村二段がですね、やっぱり後半で、ね、寄せでね、やっぱりパワーを発揮して、相手がね、緩んだっていうか、ぬるい手を打った時に、
しっかりそれを咎めまして、まあ、勝利したっていうことですね。でも本当にあの何ですか、あのキム六段って本当はあのすごい棋士なんですよね。もうこの五制限杯も優勝してるし、まあ、韓国でもナンバースリーのそういう棋士なんですけれども、その棋士に対してもう勝利したっていうことは、これは本当快挙としか言いようがないですね。まあ、今回主催者側もね、中村二段をワイルドカードにしてね、これは大成功って言った感じでしょうかね。はい、とにかく中村二段、今後も快進撃を続けてほしいですね。